無駄なんだって。え、何が？あ、ねえ、招待客のリストもうできた？あ、まだ。もたもたしてんな。お兄ちゃんに任せといたら結婚式終わっちゃうよ。そうかもね。あ、私振り袖着たいんだ。あ、私持ってるよ。本当に？うん。ねえねえ、川本さんの結婚式に着ていったさ、赤いやつ覚えてる？赤いやつか。ここにさ、お花乗ったやつ覚えてないでしょ。覚えてるよ。じゃあどのやつ？バッ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 。アイス買ってきたよ。あ、ありがとう。それがいい。一度会ってお話。え、あ、お客さん、すいません、こちらこそ突然。はい、またどう、うん、そう、ありがとう。明日私も横浜の家に電話してみるわ。うん、頼むよ。本当に移植が必要なのかしら。え？だってあんなに元気なのに。俺もこのまま何もなければいいってどこかで思ってた。大丈夫だよ、なんとかなるから。なんとかしなくちゃね。ミルク、お疲れさん。明日もシフト入れといて。どうしたんだよ、急に頑張っちゃって。とっとと辞めたいからさ、こんな店。嬉しいね、金返してとっとと辞めてほしい。おい、もう頼めるのおじさんしかいなくて。むしろ先生に話だけでも聞いてもらえないかな。いや、そう、お願いします。ありがとうございました。またね。網絶対噛まれないように気をつけてね。はい。もしもし、健吾？あ、美奈子か。噛まないでしょう。いや、ごめん、電話待ってたから。あ、ごめん、ちょっと切るよ。え、おばちゃん、ちょっと待って、後でそっち行っていい？うん、一度きちんと会って説明したい。もしもし、もしもし。自画像買いといたぞ。だから自画像じゃないって。はいはい。
うちも下の子はまだ中学生だし、この人にもしものことがあったら。横おばちゃん、危険な手術じゃないんです。傷は残っちゃうかもしれないけど、でもその後もちゃんと生活を。そうは言ったって 100% 安全ってことはないんでしょ。おじちゃん、それにほらマリアちゃんって。玲子、だってあなたが助ける義理は。よしなさい。俺だってマリアちゃんには助かってほしいと思ってるんだ。だったら、ただうちのやつの言ってることも分かってほしい。健吾どうだった？あ、そう、分かった。こんばんは。じゃあね。はい。お母さん、これ入れちゃってもいいんですか？これはそっちの鍋で茹でてちょうだい。はい。これが岡崎秘伝のスープなんですね。秘伝なんてそんな大層なもんじゃないのよ。マリアちゃんから合格点出ますかね。お母さんより厳しいからな。うん、美奈子さん。はい。私たち家族になるのよね。はい。お願い、もうあなたしかいないの。お願い、もうあなたしかいないの。マリアに肝臓を分けてあげてちょうだい。お願い、お願いします。お願い。母さん。お母さん、お願い。ごめんなさい、帰ります。美奈子、どうして話してくれなかったの？こんな大事なこと。きちんと話そうと思ってた。話そうと思ってたよ。ごめんなさい、ちょっと考えさせて。お疲れさん。借金終了。もう戻ってくんなよ。Please。 男選べよ。Please。 乾杯。ゴーボーイ。何テンション高くない？お兄さん、お待たせ。お、びっくりした。あ、どうぞ。おい、座って座って。実はさ、店の資金のことでお兄さんに相談させてもらってたの。いや、すげえいい投資の話紹介してもらってさ。いくら渡したの？300万。ああ、実はさ、あと50万。今すぐ誠に返して。え、家から返してよ。ねえ、どうしたんだよ。いや、安心していいから、本当に儲かるから。そしたらだってほら、お前の借金だってすぐに返せるわけだしさ。何もそんなイメクラなんかで働かなくたって。ん？え？あれ？知らなかった感じ？ショップで働いてるんじゃん。ごめん、なんか空気読めないお兄さんみたいな感じで。
誠君。悪いな、こんな時間に呼び出しちゃって。慣れてますから。いや、このポンプさ、いつもよく分かんなくてさ。なんかあったか。え、いや、美奈子と揉めてるとかさ。違いますよ。相談に乗るぞ。俺な、こういいこと言うぞ。ありがとうございます。じゃあ本当に困った時は先輩を頼りますよ。お、飲みます。ねえ、知ってる？クラゲって脳がないんだよ。楽しいとか辛いとか感情がないんだよ。え？あれ？もしかしてクラゲの人？ああ。何？いやいや、それこの間僕が話したことだよね。だからもういいじゃん別に。何してんの、こんなところで。クラゲ見に来たんだけどさ、空いてなくてさ。あー、もういいじゃん、一緒に飲もうよ。はい、これもあげるから、こう座って。あー、もううっせえなー。アホにつきまとわれててさ、借金まみれのアホに。借金？あー、せっかく会社終わったと思ったのよ。そう、バカにした。いや、今なんだこの女って思ったでしょ。うん、絶対思った。あ、じゃあこれはどうぞよろしくお願いします。ミルク聞いた？引くよね、そりゃ。大型なんだ。うん、大雑把の王。どこにでもいるんだよな。え？いやいや。ねえ、やっぱりダメ？え？って死んだらどうなんの？水クラゲはね、溶けてなくなる。マジで？うん。すげえ。
私クラゲになりたい。